どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グルリインボーク、駆逐でシャチを駆逐せよが、来ましたね。S に挑戦していきたいんですが、まあ、前回というかいつも通りこのパーティーを使ってやっていきたいと、思います。まあ僕よく聞かれるんですけど、共鳴させてるんですかとか聞かれるんですけども、まあ、全くと言っていいほど共鳴はさせてないんですね。まあ、魔導に関しては2回ぐらい共鳴できるんですけど、まあ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 、なんかね、これといって、あ、アモンはね、一個共鳴させるんですよ。あのね、これといってね、こいつだっていう、共鳴させてってキャラがね、いないんですよね。いや、させたら強いのは分かってるんですけど、なんかね、やっぱ好きなキャラに共鳴させてたいじゃん。共鳴剤とか使いたいから、それが来るまでは取っておきたいんですよね。まあ、共鳴剤の価値高いからね。だいぶ。あ、一個共鳴させんのに、何個だっけあれ ?20 だっけ、いや、忘れたんですけど。で、S ちょっと初めてするんですよね。A はね、やったんですけど。混乱状態のキャラしてダメ 200% アップ。あ、これやばいね、これ。いつもここワンターンで抜けてるから。は、硬っ。ふざけんな、硬すぎだろ。いやー、マジ。ここでアモンをなんか一回覚醒させておかないとまずいような気がするが、ここでね、多分スキルを使って混乱状態にしてくると思うんだよね。見事。おい、これ2回も使ってくるとか知らない、せこいだろ。はあ、お前そりゃせこい。ちょ待ってくれ、やべえぞこれ。あー、どうしよう、マジ。混乱相手 200%、 このターンで多分 300% いくでしょ、これ、さすがに。あ、250か。250に行くでしょ。重装で殴った瞬間250いくでしょ。まあ、何で殴っても多分行くな。ターン終了してもいい具合なんだけど、これ。こう、初めてあれだよ、ターン終了使ってみっか。いや、アモンすかしたしな。アモンすかしちゃったしな。窓もすかしたしな。こう、あえてここターン終了するか。そう、あえてね。ワンチャンかわすから、こいつら。あ、ほら、ほら。ワンチャンこいつらかわすから。混乱状態の時はね、かわせ、おい、おい、動いてくれないと困、いや、あいつこんな柔らかいの。おい、やめとけ、お前、それは。あえてターン終了するわ、ここ。いや、でも、歌に下げたらな、歌を出せばな、アモンが回避しなくなっからな、ターン終了で。あー、なるほど。まあ、刺して攻撃力は別に高くないと。まあ、こいつらいざとなればね、かわす子たちなんで。ほら、これで、いや、マジで。窓のバフも貯めて、で、あえて重蔵は、あえてっていうか、重蔵のスキル打つタイミングなくね。ドイツで攻撃してもだってブレイクすんじゃん、結局のところ。ちょ、それは聞いてない。まあ、混乱状態の敵に対してアップだから、まあ、混乱してなければいいんでしょ。これで、窓さん殴ったらあれだな、ブレイクすんのかな。ちょっとよくわかんないから、窓さんでは殴らないでおくか。アモン出して、アモンのスキルでどれだけ効くかだな。ドセイスターバーストストリーム、おら33万、あかんじゃん。ああ、でもまあまあまあ、4分の1ぐらいは削れたな。あいつの再生状態っていうのが4万。いや、4万じゃねえ、40万だ。数値を見間違えるな。ふざけんな。お、待て、お前、マジこれキリト状態じゃないか、お前。お前らが与えるダメージ、なんか俺の10秒間の再生、何、数値に追いつかねえみたいな、そういうノリになってきてんだけど。やめとけ、マジで。いや、これスキルブース使って詰めるしかねえな。いや、これスキルたまんなくね。いや、撃っちゃえ。どれだけ食らう ?30?40 ぐらい ?25 万。俺火力アップのあれつけてないのかな。ちょ、お前再生やめてくんない、それマジで。だってスキルブースを使ったとしても、とどめさせないでしょ。スキルって2倍でしょ。2倍かどうか知らんけど、そのキャラのあれによるけど。
あーこれは面倒なことになったな。お前こいつ何ターンか。でも着実にさ、ちょっとずつは減ってってるから多分ね。じゃあ出しとくか。次マドさんでブレイク取ってで、スキブあースキブの方、いやスキブ使わずにバフかけて、お前いやこいつに対するなんかアタッチメントとかあるのかな。いや詳細今回も例のごとく詳細見てないんで、あーなんとも言えないんだけど、ま、もしかしてこれ泥試合。おらっぜ言うて350万でしょ。まずい。今 HP3 分の1ぐらい減らしてるけど40万回復される。完全に泥試合されてんだけど、これいつもあれじゃん、フレンドのごとつ誕生日投下使って俺がやってることをそのまま返されてんだけど、悲しい。あうん、出血でどんな食らうかだな。アモンがやべえ、そろそろ溶けるんじゃない。ああアモンくん40万やられる。あ出血でどんな食らうんだ。お前くっそ出血で10万。やっぱどうなんだろうこれ、アモンで飛ばせるよな。あいやー厳しいね、非常に。手を緩めるなよ。これ泥試合じゃないかな。これダメなんじゃないかな、これダメなんじゃないかなっていう気がしてきたんじゃないかな。クリティカル出ればワンチャンある。ここちょっと賭けっぽいことし、ここワンチャン。いやダメじゃんこれ、マドさん溜まるかと思ってたまんないんだけど、クリティカルマドさんのバフかけてスキブアモンでクリティカル出ればワンチャンあるみたいなの考えたけど、ダメみたいですね。リベンジってことで、ちょあれだわ、この前ガシャで当てたこのひなみのアタッチメントをねつけてきてみました。はい、まあ、これでなんとかなきは突破できるんじゃなかろうかと。あその後のシャチは知らんけど、まあ、なきぐらいはね、あのもう永遠に続くループにはならないんじゃないかと。危ない、オートになってる。でですね、まあとりあえず3回使おうか。まあとりあえずこれで、まあ、こいつ3回スキルを使ってからが本番なんでね。まあもうなんかもうこの際ねアモンをごとつさせようかと思ったんだけど、まあまあ待てよと自分の心にちょっとストップをかけましたね。じゃあ今回あれじゃないですか、結構多いじゃないですか、集めなきゃいけないポイント。お前どんなん、まあ、あとですね混乱予防をつけてきてるんで、まあアモンはつけてないんですけどね、あの銃蔵とかにはつけてきてるんですよね。銃蔵を撃った窓さんには1個ずつつけてきてますね。これスキブ使ってねやりたいんですよ。まあいいや、あ待て、あスキブ使ってやった方がよかったかな。まあいっか、私がやろう。これたまんのかな。次でアモン1回スキル打てるんだろうか。窓のバフはたまんねえか。ここ窓さん1回であいつ割れないよね、大丈夫だよね。割れんのかーい、割れるのか、それはちょっと聞いてないな。窓さんのバフはまだいいでしょ。これアモンのあれだな、あれが切れちゃうな。窓さんのバフは、あこれここで窓さんのバフ使ってこれアモンで吹き飛ぶんじゃね。
ひなみのあれ使わなくてもこれもう吹き飛ぶんじゃないかな。吹き飛んだんじゃね。あ、全然だわ。あいつなんであんな HP 減ってんの。重蔵のあれかな、出血かな。全然見てなかった。あいつの回復が来る前にこのままゴリ押せるなら押したいんだけど、多分これでアタックアップになる。でこう下げてこんな感じで、これでアモンたまんのかな。あ、たまりそうだね。ここで一発撃ってみるか。いや、どんなもんなんかな。今かかってんのが窓さんのバフだけか。38万スキブかけないでこんなもんか。あ、多分ここね回復スキル撃ってくると思うんだよね。で40万回復でしょ。あれ次のターンからな、これ。よくわからんが、毎ターン回復してくるんちゃうんか、これ。これ、まあ、無理して、たまらなくても無理して、OK、スキブでズドンと。で、突破。いや、こっからなんだよ、こっから未知なんだよな。こいつ1体をさ、3回連行動してくるじゃないですか。アタッカーに対して500にアップ。アタッカーいねえんだよ。あ、でもアモンが今アタッカーっていう扱いになるのかな。これ、お、待てどいつもこいつも500アップしてんだが。しかもクリティカル発生50アップ、やべえこいつマジ兵器みたいになってんだけど。とりあえず撃って、どんなもんかな。あー、まあ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 、そうだな。アモンで殴りたいんだよね。アモンが回避つけてたかな、こいつ。微妙だな。でも重蔵で殴ってみるか。あ、こんなもんなんだ。歌で殴りの重蔵下げの窓様、これアモン持ってけねえな。アモンで持ってけねえな、これ出してアモン殴る。スキブでねどうにかしたいんだよね。まあ仕方ない。相手全然減らないんだが、これやばくないか。一応アタッカーに対しては減ったけど、減ってほしいのはブレイカーとあれなんだけど、ディフェンダーなんだけど。まあでもそんな痛くなかったな。出血はしてない。また重蔵下げて、重蔵便利だからね。1、2。いやー、これでたまるのか微妙なんだけど、たまんのかな。これたまんなかった、たまんなかった、たまんなかった。まあいいや、まあ、2枚目剥がす。いや、全部剥がしたらこっちのもんだよね。重蔵でブレイクさせるとブレイクリジェネレジェネレーターつけ全然下回んねえな今日。あ、ブレイクリジェネレーターつけてるんで、あのちょっとずつ回復するんですよね。だからここちょっと一回ね、重蔵でブレイクさせますと言いつつ、ブレイクさせれそうないな、これ。いけるか。15561。あ、いけるな。重蔵でブレイクさせて回復する。デアモンのスキルをドカンザン。91万。これアモンの1個目の覚醒じゃねえわ、共鳴って何をアップさせるのかちょっと忘れたんすけど、確かね、ディフェンダーに対しとかあるんですよね。 OK、 こっから毎ターン何 50% 麻痺。うわ、麻痺はきつい。いや、麻痺はきついな。でもこっから毎ターンやっていかないといけないから、いや、麻痺はきつい。
手を緩めるなよ。なんかピンチですよ。あったり。こっから毎ターンできるかわかんねえぞ。これなんか毎ターン麻痺とか打たれたら困るんだけど、ガッチガチに固めないといけないよそれ。混乱防止回避麻痺っていつまでだ。麻痺まだ続いてんのかこれ。あーまあクリティカルぐらいは復活させてもいいかな。ここ一旦きついな。一旦シフト貯めてえな。クリティカルぐらいは復活させても多分回復はできると思うんだよね。一旦ここクリティカルを復活させて、次重蔵でまたブレイクさせーの。あでもそうやるとなんかアモンが腐るな。えお前それ聞いてねえぞお前、それその声聞いてないんだがやってくれるな。危ない。アモンでブレイクさせるとこだった。回復まあ、6000でしょ。なんか毎ターン3万とか投げられると結構怖いな。ここアモンを覚醒させたいんだけど、まあ辛抱するか。次のスキブでアモンを6ターン覚醒させよう。避けろ。あいつ4回目行動してこなかったか。あお前3回4回も行動できんのお前。ここでまずアモンを貯めるでしょ。で重蔵で回復できるようなアモンを貯める。窓さん殴って殴って、一応これ使ってズドンして、いやーこれ重蔵のワン殴りでいけんのかどうかわかんねえから、一旦ここ歌出してこれでいけるはずやって、で次の、ブレイクの分も稼いどいて、ここでアモン、まあこれでいけるんちゃうんかな。一旦アモン下げるか。一旦アモン下げてもいいな。手を緩めるなよ。これでなんとか回復していきたいんだけど、あいつ4回行動前衛にさ1万ずつ食らうやつやられたらきっついんだよな。どれから行くのが正解なんだ。いやでもアモンでブレイクさせたいしな。アモンにスキル使わせたいから、重蔵歌のスキル、あいけるいけるいける、全然いけるやん。でこれドイツを下げるかなんだけど、ここは重蔵ですね。アモン小太郎入る。スキルはたまるけど、スキブでやりたい気持ちもまあまああるっちゃあるが仕方ない。ズドン。いやー渋いなー。まあアモン6ターン覚醒させてから、もっと避けて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 、もっともっと回復していこう重蔵で。これ相手が1体っていうのがやっぱきついんだよな。これ攻めた方がいいのか、重蔵でちまちま回復した方がいいのか、俺にはよくわからないよどっちか。どうかな。こうやって重蔵ズドン。ここあれだな、アモン試させてもいいな。アモン試さすか。スキルたまるが次のスキブに取っておきたい。次のスキブでアモン打たせたいから、ちょあえて打たない。で次のブレイクは重蔵にブレイクさせて回復しよう。なんかさすがにそろそろ前衛のズドンが飛んできそうやな。ほいほいっつって避けろ。よしいいぞ。あやべ来る。あー重蔵に来たか。いやーそれはきつい。回復しようとさ思ってたんだって。いやそれきついんだけど、ちょっとスキブでできねえじゃんこれ。こうアモン何発か殴って、あれじゃないスキブたまんねえかな。
2回ぐらい殴ってアモンのスキルたまりませんかね、これ。いや、ここは勇気のもう1回シフトや。これで窓で2回殴ればスキルたまるはず。1、2、ほら見ろ、これどんな食らう。63万、そんなもんなのか。いや、ここねブレイクできなかったのちょっと痛いね。これで前衛アタックのクリティカルが出ちゃったらちょっとやばいね。重蔵が2ターン動けねえから避けて。窓さんはねガードもするし避けるんですよ、マジ首里城だから。首里城っていう例え意味わかんねえな。ここブレイクさせないとまずいとこね。重蔵が動いてくれて回復に走らないとやばいですこれは本当に。ちょマジ LINE のなんか意味わかんねえやつやめろ、広告 LINE の広告やめて。やったー冬のなんちゃらゲットみたいな、そういう広告やめて。これでねやっぱ重蔵で2回殴んねえとダメかな。あーダメっぽいな。じゃあ重蔵で2回殴るか。窓さん重蔵でいけるよな。とりあえず6000回復して次もブレイクできるようにスキルは温存したが、アモンがどこのタイミングで切れるのか俺まだ分かんない。避けろ、おいお前の仕事は守って避けることだろうが。あやっべこれ使ってくるな。は？お聞いてねえよお前その 50% 回復。お前その 50% 回復聞いてねえよこれ。何もう永遠に使ってくんのこれ。これポケモンみたいにあれできないの役付け。アタッカー詰めないのこれね。クリティカッター詰めないの。無念じゃー。